ネギシアイは日本のアイドルタレントであり、女性アイドルグループ、パスポの全活動機のメンバー。同グループではキャプテンを務めていた。愛称はアイポン。埼玉県入間郡諸山町出身。プラチナムプロダクション所属。高校時代にプラチナムパスポートからスカウトされ、芸能界に入った。当時はアイドルになろうと考えていたわけではなかったが、周囲から勧められ、 2009年6月にパスポの城担当となった。2013年4月にファースト写真集ノーバディノーズを発売した。また、同月より2013年9月まで冠無理番組ネギ試合のもちもち機内放送が HBC ラジオにて放送された。2014年4月からは同局でパスポネギ試合のもちもち機内放送を2014便が放送されていた。 2019年4月に、ファニコーにて、ファンコミュニティサイト、ネギシアイの城を開設。当初は、ネギシアイの城であったが、コミュニティ内での議論の末、コミュニティ名は、ネギシアイの城、ファンコ賞は、白ネキシダ団、略称白ネギに決定した。2019年7月20日に幕張メッセで、開催された D4DJ ファーストライブにて、 D4DJ の松山ダリア役を演じることが発表された。ありがとうございます。